皆さん、こんにちは。朝の時間帯にドリンクを注文すると、無料でトースト、ゆで卵、サラダなどがつくモーニングサービスがあります。朝だけじゃなくて一日中、無料でモーニングサービスを提供しているお店もあります。一部追加料金が必要なお店もありますが、私はドリンク代のみで、無料で提供されるモーニングにこだわって YouTube に投稿しています。今日は、岐阜県羽島市正木町府 Y 式のカフェドリームにお邪魔します。モーニングは午前8時から営業しています。モーニングサービスは愛知県一宮市が発祥の地と言われています。モーニングの起源は昭和30年代前半。朝のサービスとしてコーヒーにゆで卵とピーナッツをつけたのが始まりです。ゆで卵とピーナッツから始まったモーニングが今はモーニング文化が根付き、トースト、茶碗蒸し、ゆで卵、サラダなどが提供されるようになりました。これからお邪魔するお店、どんなモーニングに会えるかな？これからお邪魔するカフェ、ドリームは矢印の先です。駐車場はお店の前にあります。お店の中には花などが飾ってあり、感じのいいお店です。ドリンクはコーヒー、紅茶、ミルク、コーラ、ジュースなどがあります。モーニングサービスは午前8時から午前11時30分までです。ライトミール、軽食メニューです。トースト、サンドイッチ、スパゲッティ、カレーなどがあります。ランチタイムは午前11時45分から午後2時までです。とんかつ、唐揚げ、野菜炒め、ハンバーグ、生姜焼きなどがあります。また、日替わりランチがドリンクついて800円です。この日替わりランチの800円はお値打ちですよね。右に行って、カレーピラフ、エビピラフはどちらもスープサラダついて650円です。焼きそば、焼きうどん、どちらも650円です。どれも1000円でお釣りが来るなんて嬉しいですよね。ドリンク代のみで無料で提供されるモーニングは一種類だけみたいですが、トーストが選べるみたいで、小倉とバターの両方をお願いしました。ドリンクはホットコーヒーとホットミルクティーをお願いしました。ホットコーヒー、ホットミルクティー、どちらも450円でしたので、モーニングはドリンク代のみの450円です。ドリンク代のみの450円で小倉とバターの2種類のトースト、野菜サラダ、オレンジ、バナナ、ゆで卵の6品がついています。これからどんなモーニングセットなのか、皆さんと一緒に詳しく見ていきます。よろしくお願いします。まず最初にトーストから見ていきます。手前のトーストには小倉が山盛りに乗せてあります。小倉といえば名古屋名物の小倉トーストが有名みたいですよね。小倉トーストの発祥の地は名古屋市の栄地区みたいです。1921年大正10年頃、バタートーストをぜんざいに浸して食べるのを見た店主がトーストにあんを乗せた小倉トーストを考案したみたいです。小倉トーストは数多くある名古屋飯の中でも独特の喫茶店文化やモーニングを象徴する小倉トーストは、観光などで訪れた際には必ず食べたい名物グルメみたいです。あ、今回初めて名古屋飯という言葉を聞く人のために少し説明させてもらいます。私も以前は知りませんでしたが、愛知県や名古屋市などが構成する名古屋飯普及促進協議会があります。名古屋飯普及促進協議会は1億人の名古屋飯総選挙2022の結果を発表しました。1位ひつまぶし、2位味噌カツ、3位手羽先、4位味噌煮込みうどん、5位天むす、6位小倉トースト、7位モーニング、8位名古屋コーチン、9位きしめん、10位エビフライでした。小倉トーストは名古屋に来たら食べたい、または食べてみたい名古屋飯の中に小倉トーストが入ってるので、小倉トーストの人気の高さがわかりますよね。私はまさか
名古屋飯にモーニングが入ってるなんて思ってもいませんでした。パンのルーツですが、今から8000年から6000年ほど前、古代メソポタミアでは小麦粉を水でこねて焼いただけのものを食べていました。これがパンの原型とされています。その後、小麦栽培とパン作りは古代エジプトへ伝わり、偶然によって発酵パンが誕生しました。古代エジプトから古代ギリシャへパン作りが伝えられると、製パン技術を身につけた専門のパン職人が登場して、ブドウ液から作られたパン種も使われるようになり、パンは量産されるようになったのです。日本へ本格的な西洋風のパンが伝来したのは1543年、種子島に漂着したポルトガル人によって鉄砲とともにもたらされました。その6年後、フランシスコ・ザビエルらキリスト教宣教師が日本へやってきて布教活動を始めると、キリストの肉とされるパンも全国へ広まっていきました。中でも南蛮貿易で栄えた肥前の平戸や長崎ではパン作りが盛んに行われるようになりました。米を主食とする日本では、パンはあくまでも来日する外国人のためのものであり、日本人の間にはパン食はなかなか根付きませんでした。その後、江戸時代に幕府は鎖国政策を打ち出し、キリスト教や外国との交易は禁止されてしまいました。それからというもの、江戸時代が終わるまでパン作りは唯一海外へ開かれていた長崎の出島のみでした。鉄砲とパンをもたらした種子島に漂着したポルトガル人が日本の柿の美味しさに衝撃を受けて、柿の苗と種を母国に持ち帰ったという説があります。その後、柿はヨーロッパ各地に伝わり、ポルトガル領だったブラジルでも柿は広まりました。そして現在、柿はスペイン、イタリア、イスラエル、そしてブラジルなど世界各国で生産されています。柿は英語でパーシモンと表記されますが、世界各国で柿という呼び方で通じます。次は野菜サラダです。この野菜サラダには人参、キャベツ、レタスなどが入っています。ドレッシングは美味しいごまドレッシングが使われています。ごまドレッシングは香ばしいごまの香りと酸味の少ないクリーミーな味や舌触りを楽しめる美味しいドレッシングです。ごまドレッシングはサラダだけではなく、さまざまな料理で使える万能ドレッシングです。炒め物や煮物をはじめ、肉や魚、乳製品などどんな食材にも合わせやすくて美味しいですね。家庭に1本あるだけでレシピの幅がぐーんと広がります。またクレオパトラも愛していたと言われるごまには、美容効果で期待されているごまリグナンなど良質な栄養成分も豊富みたいです。クレオパトラといえば世界三大美女の一人です。多くの男性をその美貌で虜にしていき、歴史を動かしたので有名ですよね。日頃から美貌と若さを保つためゴマを体に塗っていたそうです。世界の三大美女のうちの一人、絶世の美女と謳われたクレオパトラとは一体どんな人物だったのでしょうか。絶世の美女クレオパトラはエジプト王朝最後の女王として知られています。彼女の死後、国は衰退していったと言われています。一般的にはクレオパトラと呼ばれていますが、正式な名前はクレオパトラ7世フィロパトルと言います。黒いストレートヘアが特徴的なエキゾチックな女性として描かれることが多いクレオパトラですが、一説によるとギリシャ系のクレオパトラは実はストレートヘアでなく巻き毛だった可能性もあるそうです。クレオパトラが描かれるとき、アイシャドウやアイラインが黒や深い青で魅力的な雰囲気ですよね。当時のアイシャドウはマラカイトやラピスラズリなどの鉱石を砕いた粉でできていました。実はこのアイメイクには化粧の意味合いよりも魔除けや眼病予防のためという目的が大きかったそうです。同時にヘンナという植物の花の汁を使って爪を赤く染める習慣もありました。赤は太陽や血を表し、神聖なものとみなされていました。そして濃い色は身分の高いものにしか許されていなかったのです。マニキュアには古代エジプトの人々が死後の復活の願いを込めて塗られていたという説もあるようです。ちなみに世界三大美女には
古代ギリシャのヘレネー、古代中国の楊貴妃、古代エジプトのクレオパトラみたいです。余談ですが、日本三大美女じゃなくて日本三大美人といえば秋田美人、京美人、博多美人だそうです。次はホットコーヒーです。コーヒーの発見には2つの大きな伝説があります。一つは6世紀のエチオピア起源説、もう一つは13世紀のアラビア起源説です。年代的には差はあるものの、どちらもオラの国が最初だと言わんばかりです。その一つ、エチオピア起源説によると、エチオピアのアビシニア高原で発見され、その後アラビア半島に運ばれました。そこで栽培されたコーヒーのことをアラビアから取ってアラビカ種と呼ばれ始めたと言われています。コーヒー豆の種類は主に2つあります。それはアラビカ種とロブスター種です。左がアラビカ種の豆、右がロブスター種の豆です。見た目の特徴として、アラビカ種は縦長で粒も大きくふっくらとしています。一方ロブスター種は小さくてコロンとした、全体的に丸っこい外観をしています。アラビカ種は酸味や香りに優れており、高品質なコーヒーとして人気があります。しかし栽培が難しく、病気や害虫に弱いという欠点もあります。ロブスター種は苦味やコクが強く、安価で大量生産されています。しかし品質や風味に劣るという評価もあります。一般的にはアラビカ種とロブスター種をブレンドしてバランスの良いコーヒーを作ることが多いみたいです。アラビカ種は世界で生産されるコーヒー豆の約 60%、 ロブスター種は世界で生産されるコーヒー豆の約 40% を占めています。ロブスター種はアラビカ種に次ぐ生産量です。焙煎度合いによってもコーヒーの味は変わってきます。浅煎りは酸味が強く、甘みやフルーティーさが感じられます。中煎りは酸味と苦味のバランスが良く、コーヒー本来の風味が楽しめます。深煎りは苦味やコクが強く、香ばしさや焦げ目の風味があります。コーヒーには香りや味だけでなく、健康や美容にも良い効果があると言われています。コーヒーの表記ですが、英語の音社と考えられますが、江戸期にはオランダより伝えられており、当時はオランダ語のコキー、カヒーなどと記されていました。コーヒーと漢字表記することを考案したのは幕末に活躍した蘭学者の宇田川要庵でした。宇田川要庵は造語の天才でもありました。海外から伝わってきた科学や植物学の書物を翻訳する過程において、現在でも使われている様々な学術用語を作り出します。いくつかをご紹介します。酸素、水素、窒素、炭素、元素、金属、還元、溶解、試薬、酸化、温度、沸騰、蒸気、分析、物質、法則、圧力、結晶、成分などの造語を作り、造語の天才だった蘭学者の宇田川要庵です。余談ですが、蘭学者宇田川要庵は大垣藩、現在の岐阜県大垣市の江戸詰めいの長男として生まれました。14歳の時に宇田川家の養子となり、またドイツ医師のシーボルトとも親交があったことでも知られています。余談ですが、ドイツ医師のシーボルトを少し紹介します。シーボルトはオランダ商館の医者でしたが、来日した翌年の1824年には出島の外に鳴田塾を開設し、日本各地から集まってきた医者や学者50人以上に西洋医学、つまり蘭学を教えました。その中には後に医者や学者として成功した高野長英や二宮啓作などの著名人がいました。医者として開業経験もあるシーボルトは日本人に西洋の医学を伝授し、西洋医学の素晴らしさを教えました。話を宇田川要庵に戻ります。私は時々日帰り温泉に行きますが、宇田川要庵は温泉の効能、泉質も調べています。これが日本で初めて行われた温泉の泉質調査であったと言われています。温泉の泉質には単純温泉、塩化物泉、炭酸水素塩泉、硫酸塩泉、二酸化炭素泉、岩鉄泉、酸性泉、岩要素泉、硫黄泉、
放射能線の10種類に分類されています。ちなみに日本三名泉と呼ばれている温泉は兵庫県の有馬温泉、群馬県の草津温泉、岐阜県の下呂温泉と言われています。私は下呂温泉に入ったことがありますが、ツルツルのお湯なので美肌効果が抜群にある感じのお湯でした。コーヒーにはカフェインやポリフェノールが豊富に含まれることから、眠気を覚ます作用だけでなく、様々な健康や美容に良い飲み物だとされています。では実際にコーヒーがもたらす効果にはどのようなものがあるのでしょうか。実はコーヒーを飲むとダイエットにも良いのではという研究結果が報告されています。コーヒーに含まれるカフェインにはダイエットに効果的な脂肪を分解燃焼する働きがあるため、食後30分以内にコーヒーを飲むと食事の脂肪吸収をより抑える効果が期待できます。またコーヒーにはクロロゲン酸というポリフェノールが含まれています。シミの原因となる色素成分のメラニン生成を抑えたり、体の酸化を防いだりする効果が期待できます。2015年5月に国立がん研究センター予防研究グループが発表した研究結果では、習慣的にコーヒーを飲む人は心臓病、脳卒中、呼吸器疾患による死亡リスクが低下するという結果が出ています。画面を少し動かします。次はオレンジです。オレンジは柑橘類の中では世界で一番生産量の多いフルーツです。日本に輸入される果実の中でもバナナ、グレープフルーツに次いで第3位の実績を誇っています。そのまま食べたりサラダに付け合わせたり、バリエーションも様々です。一年中食べられる点で日本人にとって最も身近な柑橘類の一つとなりました。オレンジの2大品種はバレンシアとネーブルです。オレンジはビタミン C や食物繊維、カリウムなどの成分を含んでいます。ビタミン C には抗酸化作用があり、老化や病気の元になる活性酸素を除去します。また免疫力を高めて感染症にかかりにくくするほか、食べ物に含まれる鉄分の吸収を良くしたり、日焼けやシミ、そばかすの原因になるメラニン色素の増殖を抑える働きもあります。次はゆで卵です。ゆで卵を食べる時間は朝食と昼食にゆで卵を食べるのがおすすめです。朝食にゆで卵を食べると眠っていた体にしっかりと栄養素を取り込むことができます。逆に夕食後はエネルギー消費量が少なく脂肪に変わりやすくなるため控えた方がいいみたいです。また腹持ちがいいので間食にもおすすめみたいです。毎朝なかなか起きられない、午前中はエンジンがかからない、そんな悩みありませんか。ぜひ毎日の朝食に卵を取り入れてみてください。朝に卵を食べることで寝起きの体にスイッチが入り、体がしっかり目覚めるという効果が期待できます。私たちの体温は1日の中で変動しています。最も低くなるのが寝起きのタイミングです。寝ている間に体温はぐっと下がってしまいます。体温が低いままだとなかなかスイッチが入らず活発に動くことができません。そこで活躍するのが卵に含まれているタンパク質なんです。タンパク質は糖質や脂質と並び熱を作り出す栄養素です。タンパク質を摂取すると 30% が熱エネルギーに変わります。寝ている間に下がってしまった体温を上げ、体を活動状態にしてくれるみたいです。私たちの体は寝ている間もエネルギーを使っています。だから寝起きの体はいわばエネルギー不足の状態です。運動前に準備体操をして体を動きやすくするのと同じように、朝から元気に動くには栄養を補って体を温めておくことが大切なんです。もちろん体を動かしているうちに自然と体温は上昇します。でもエネルギー源がなければ持続しません。朝食で卵を食べてタンパク質を補給し、必要な体温までしっかり上げるようにしましょう。仕事や勉強の集中力がぐっとアップするのが実感できると思います。
卵を食べたいけどコレステロールが心配。コレステロールが心配だから卵は1日1個しか食べられないという話をよく聞きます。しかし、卵を食べるとコレステロール値が上昇するという説は1900年代初頭にロシアで行われた実験から生まれた誤解みたいです。最近の実験でも普段の食事以外に1日に卵を3個ずつ、しかも2週間食べ続けてもらった結果、コレステロール値を測ってみるとほとんど変化はありませんでした。また、卵にはコレステロールの上昇を抑えるシスチンやレシチンも含まれています。コレステロールそのものは人間の体になくてはならないもの。健康な人なら卵を1日1個以上食べてもコレステロールをあまり気にする必要はありません。厚生労働省が制定している日本人の食事摂取基準2015年版では、コレステロールの摂取量が直接血中コレステロール値に反映されるわけではないという判断から基準値が撤廃されました。卵の殻の色には白色と茶色があり、それぞれ白玉、赤玉と呼ばれています。赤玉の方がお値段が高いこともあり、栄養価も高そうなイメージですが、この両者の栄養成分に違いはありません。こだわるべきは殻の色ではなく、飼育方法と飼料というわけです。殻の色は鶏の種類の違いで、一説には赤玉を産む鶏の方が産卵率が低い上に体格が大きく、餌をたくさん食べるので費用がかかるから値段が高くなるとも言われていますが、最近は品種改良も進み、一概には言えないみたいです。自然派の卵は茶色の殻であることがほとんどですが、その理由は茶色の卵を産む鶏の種類が穏やかで飼いやすい品種である。気性が荒いと平飼いや放し飼いが難しいので、環境の変化に強く病気やストレスに強い品種が選ばれるみたいです。卵といえばコロンブスの卵が有名ですよね。イタリア出身の探検家クリストファー・コロンブスがアメリカ大陸を発見したのは1492年、日本は室町時代です。コロンブスはマルコ・ポーロの東方見聞録を読み、地球は丸いと信じてスペインから西に出航してアメリカ大陸を発見しました。コロンブスは大勢のスペイン貴族とのパーティーの席で、誰でも西へ航海すればアメリカ大陸に行き当たるのだから、アメリカ大陸の発見は大した業績ではないと言われたコロンブスは、これに何の反論もせず、ただ卵を持ってきてほしいと頼んだ。それをテーブルの上に置いて、あなた方は誰も素手で何も使うことなしに、この卵を私の望むように立てることはできないでしょうと言った。貴族たちは皆試してみたが、誰も立てることはできませんでした。コロンブスは手元に戻ってきた卵をテーブルに打ち付け、片端を少し平らに潰して立ててみせました。貴族たちは困惑しながらも、コロンブスが言わんとしていることを理解しました。すなわち、物事がなされた後は誰でもその方法を知っている。最初にアメリカ大陸を探し当てたコロンブスを笑う前に、先に自分がそうすべきだったのだと、彼らはその難しさに気づき、しばらく笑っていました。次はバナナです。バナナの食べ頃はそばかすのような黒い斑点が出てきた時です。黒い斑点はシュガースポットといって、バナナが熟したサインです。青い時と比べ糖分がぐっと上がり、強い甘みと柔らかな食感を楽しめます。シュガースポットの出た熟成バナナほど強い抗酸化作用のあるポリフェノールを多く含み、生活習慣病の予防になると言われています。バナナは日本人の日々の食生活において欠かせない存在です。もはや国民食とも言えます。バナナはビタミンやミネラル、食物繊維がバランスよく含まれているので、美肌効果、貧血予防、熱中症予防、便秘予防など様々な効果が期待できます。さらにバナナはいろいろな種類の糖を含み、それぞれ体内に吸収される速度が違うため、血糖値の上昇が緩やかになり、脂肪をため込むことを防ぎ、ダイエット効果も期待できる食品です。ドリンク代のみの450円で
小倉とバターの2種類のトースト、野菜サラダ、オレンジ、バナナ、ゆで卵の6品がついています。私はお値打ちモーニングだと思います。大まかな説明でしたが、食べる時に詳しく説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。トーストはバターと小倉の2種類があります。小倉の方には小倉がたっぷりついています。厚切りトーストはふわふわです。また小倉あんは粒あんで程よい甘さで美味しい小倉トーストです。この野菜サラダには人参、キャベツ、レタスなどが入っています。ドレッシングは美味しいごまドレッシングが使われています。ごまドレッシングは香ばしいごまの香りと酸味の少ないクリーミーな味や舌触りを楽しめる美味しいドレッシングです。ゆで卵は女性に嬉しい効果がたくさんあるみたいです。アンチエイジングの効果、美髪・美白効果、ダイエットのサポート効果、免疫力向上など、完全栄養食である卵はダイエット目的なら固ゆで卵、栄養価目的なら半熟卵がいいみたいです。バナナはビタミンやミネラル、食物繊維がバランスよく含まれているみたいで、美肌効果、貧血予防、熱中症予防、便秘予防など様々な効果が期待できるみたいです。柔らかくてジューシーな果肉で程よい酸味と甘みが美味しいオレンジです。皆さん、今回のモーニングはどうでしたか？ドリンク代のみの450円で小倉とバターの2種類のトースト、野菜サラダ、オレンジ、バナナ、ゆで卵の6品がついています。私はお値打ちモーニングだと思います。皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございます。次回はどんなモーニングに会えるかな、楽しみですね。これからもドリンク代のみのモーニングにこだわって YouTube に投稿していきたいと思っています。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。